ヨルゴス・ランティモスはギリシャ出身の映画監督である。2012年、ザ・ガーディアンが耳で、この世代のギリシャの映画監督の中で、最も才能のある人物と評された。1973年5月27日、アテネに生まれる。海中三階級の家庭で育った。若い頃は、コマーシャルの制作によって、生計を立てていた。2009年、監督作品。 カゴの中の乙女が第62回カンヌ国際映画祭にて、ある視点部門のグランプリを受賞し、アカデミー外国語映画賞にノミネートされる。ギリシャの経済危機をきっかけとして、2011年、ロンドンへ移り住む。2015年、コリン・ファレル主演のロブスターを監督する。同作は第68回カンヌ国際映画祭にて、 審査員賞を受賞し、アカデミー客本賞にもノミネートされた。2018年、オリビア・コールマン、エマ・ストーン、レイチェル・ワイズ主演の女王陛下のお気に入りを監督する。同作は、第75回ベネツィア国際映画祭にて審査員、大賞、並びに第72回英国アカデミー賞にて英国作品賞を受賞。さらにオリビア・コールマンに、 同映画祭の女優賞やアカデミー賞主演女優賞、英国アカデミー賞主演女優賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞をもたらした。ありがとうございます。